ずはスタートラインに対して向かいの風が緩やかに渡ります。人気の山崎の陰線第1レース進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢が好スタート。3号艇2号艇遅れてしまって、4号艇5号艇が寄せていく。一処置マークまくっていく。4号艇に2点でいった5号艇、その後ろ6号艇でバック側に入ったところ、さあ先にまくった4号艇阿部がトップに立っています。リードは2停止。6号艇赤峰が2番手追走、差がなく3番手は5号艇佐々木。外枠3線上位スタートは正常でした。2マークトップで4号艇が回っていく。続いていく6号艇に握り込んでいった5号艇、1号艇は後席に乗っかってしまいまして、上位の3選手が大きく抜け出して、レースはこれから2周目に移ります。先頭は4号艇阿部真一、そして2番手3番手間隔わずか。2周の1マーク6号艇に対して握り込んでいった5号艇の佐々木ですが、ここは届かずに2番手キープは6号艇の赤峰。上位の体型は4番6番5番です。先頭から2番手は少し定間開いています。2番手から3番手6番5番の定間隔は2停止ぐらい。これから2周の2マーク、トップで4号艇阿部真一、そして6号艇赤峰和也、後ろから5号艇佐々木が迫ってきています。2番手3番手の定間隔は開かず、5号艇佐々木の後ろは大きく水が開いて、1号艇人気の山崎、5番手は3号艇の池本、最後方が2号艇小林となっています。最終周回の1マーク、2番手キープで6号艇赤峰、3番手旋回が5号艇の佐々木ですが、6番5番の定間隔は現在3停止ぐらい。上位の3艇は4番6番5番です。このまま4番6番5番で決まりますと、これは黄色い数字2306倍となっています。ラストターンマークトップで帰ってきます。角まくり快勝4号艇阿部真一。3番手から迫ってくる5号艇ですが、体型は4番6番5番、先頭4番ゴールイン、6番5番でゴールイン。